はい、皆様こんにちは。マニアック艦隊の秀間提督でございます。動画アクセスくださいましてありがとうございます。ぜひ最後までご覧ください。この動画はですね、前回お届けしたものがこちらですね。アップル禁制のショートカットという iPhone、iPad に入っているアプリ、これを使ったものをお届けしました。その第3弾です。それではご覧ください。どうぞ。はい、それではこの動画はですね、ショートカットを使ってどんなことをやりたいのかについてまずご説明したいと思います。それはですね、前回 Twitter、Instagram、Facebook、Threads、Bluesky などの SNS に連続して同じものを投稿する、これをショートカットを使って楽に同時投稿しましょうというものでした。ここに出して上に出しておきますし、概要欄にリンクがありますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。きっと SNS で、いろんなところに投稿したいという方にはお役に立つ情報だと思っております。さて、その iPhone を使っていると、これ皆様実感されているんじゃないのかなというのがこれですよね。はい、エアドロップ最強ね。エアドロップ便利ですよね。何しろこのエアドロップを羨ましく思っているのが Android 勢です。 Google は、同じようなサービスとしてニアバイシェアというのがあるんですけれども、もちろんニアバイシェアはニアバイシェアで Android の中で使えるんですが、相互ができないわけですよね。日本の、ね、iPhone のシェア6割を超えているという話もありますので、iPhone 同士、あるいは iPhone と iPad、iPhone と Mac という中でデータのやり取りをするのは、この AirDrop があれば一発ですよね。なので、結構使っている方は多いんじゃないかと思います。ですが、iPhone にはですね、ちょっとばかり困った仕様というのがあるわけなんですよ。まずそこをざっくりですが説明したいと思います。まず最初に困ること、つまりこれです。スクリーンショットを撮る方結構いらっしゃると思うんですが、このスクリーンショットを撮るとできたデータはどういうものになるか、これはですね、16ビットの PNG というファイルになります。 PNG あまり聞き慣れない方もいらっしゃるかなと思いますが、多くの場合データ、写真のデータとか画像のデータは JPEG ですね。PNG というのをそれとはまたちょっと違うタイプのデータの扱い方なんですけれども、JPEG データは8ビットという、RGB 赤、緑、青が各色8ビットになっているものです。ですが、なぜかスクリーンショットを撮るとそれが16ビットっていうね、非常に大きなデータになるんですよ。これがですね、結構厄介なもので、データが大きくなるっていうのもありますし、JPEG として使いたいっていうのが SNS では大前提になるんですけれども、こうなってるとね、結構使いにくいっていう、扱いにくいっていう部分があります。それが1つ目。2つ目は、写真を撮ったときに変化するのがこちらですよね。iPhone の設定の中のカメラを起動すると一番上のところにどういうフォーマットにしますかというものを選択できるようになっています。デフォルトで iPhone の場合は高効率というのを推奨しています。この高効率は何かというと、写真のデータを撮ったときにそのデータが JPEG ではなくて PEEK といった H265 という圧縮技術を使ったデータになります。JPEG と何が違うのか説明すると非常に長くなるので割愛をしますが、 JPEG よりも圧縮率が高くなるけれども JPEG よりも綺麗ということで Apple が推しているデータファイルなんですよね。ところがですね、これでデータが小さくなるという面では非常に助かるんですけれども、この HEIF、HEIK といったこのデータ扱いが結構面倒くさい。例えば iPhone で撮った写真を
AirDrop で Mac に転送して、じゃあそれを Photoshop で調整しよう、加工しよう、トリミングしようとかっていうことになったときに、 Photoshop、まあ、いろんなファイル開くんですけども、これ開かないんですよ。なので iPhone で撮ったデータを Photoshop で開くためには、一回プレビューというものを経由して、プレビューで別のファイル、例えば JPEG だとか TIFF だとかに変換しないとダメなんですよね。だからこの iPhone ので撮った写真を AirDrop で Mac に飛ばす、これ割とそこから先が手間になるっていうわけです。ここを先ほどのショートカットで何とかしちゃおうということを作ってみたいと思います。はい、これです。 JPEG に変換をしてから AirDrop、 なんかワクワクしませんか。非常に簡単な、まあ、ある意味ショートカットってプログラムなので、ポンポンポンと作るだけでできますので、早速やってみたいと思います。はい、では、はい、それではですね、こちらに iPhone を用意してあります。映像として操作しているところと iPhone の画面直接をご覧いただきたいと思います。ではですね、ショートカット、こちらを開きます。もうすでに作ってあるんですが、皆様と一緒に作っていくので、この右上のプラスボタンを押します。で、新規ショートカット、まずはここ名前つけといた方が楽なので名前をつけましょう。名称変更、そうですね、AirDropJPEG とでもしておきましょうか。あ、任意なので何でもいいです。で、完了。そしたらここに今度はアクションを追加していきます。で、このアクションのところにまず写真と入れてください。そうすると写真に関係するアクションが出てきますので、この中から写真を選択、これをまず選びます。写真を選択の隣に丸書いてマークがありますよね。これはオプションです。まずここを開けてみてください。ここで基本的には1枚を選ぶということになるんですけれども、複数を選択というのがあるので、これぜひオンにしておいてください。そうじゃないと AirDrop1 回1回1枚に1回ということになっちゃうので、複数送ることができるようにするためには、ここの複数を選択やっておく必要があります。では、次このデータ、写真データを JPEG に変換することになるので、このアクションの検索のところに変換と入れてください。そうするとイメージを変換というのが出てきます。はい、もうこれだけ。写真を JPEG に変換、ここにもオプションありますね。見てみましょう。そうすると画質とあります。まあ、JPEG データは圧縮率を変更するということが可能になっています。デフォルトで、まあ、およそ 80% になっているので、いや、もっと 100% で、もっときれいに送りたいとかっていうのはここで調整してください。あと、メタデータっていうのがあります。例えば写真を撮ると GPS の情報入りますよね。これ、まあ、含めない方が安全性があるとか、これはそれぞれによってなので、ここで変更するときに一緒にメタデータを削除するということもできます。これはお任せします。さて、ではこれで次に変更したものをエアドロップするわけなので、ここにエアーと入れるとエアドロップと出てきます。これだけです。簡単でしょ。これで写真ファイルの中から、アルバムの中から選んだデータを、まあ、Mac とか iPhone とか iPad に変換して送るというかができます。ではやってみましょう、実際に。はい、こちら iPhone で撮ってきた高効率のファイルデータです。ちょっと、2枚ぐらい選んでみましょうか。はい、でこれを追加でやります。そうすると AirDrop する場所ですね、今 iPad Pro とMac がありますので MacBook に送りたいと思います。変換するので割とちょっと時間かかりますのでね。でも自分は特に何の操作をする必要もない、なんか呼び出して変換かけてどうのこうのしてっていうことをする必要はないので、まあ、そこ楽だと、時間の代わりに楽だと思ってください。はい、送信済みになりました。では見てみましょう。はい、こちらの通りですね。オリジナルのデータは HEEC になってるんですけれども、ショートカットを使ってで変換をかけたものはこちらの通り、ちゃんと JPEG データに
変換されています。でもう一つちょっと応用編なショートカットを作ってみたいと思います。その応用編なショートカットというのはこのこちらです。はい、JPEG に変換しかつサイズも変更する。 iPhone のカメラは1200万画素のデータです。長辺が4032ピクセルありますので、そんなに SNS だったら、まあ、2000ピクセルぐらいあれば十分だよということがあると思います。なのでサイズを半分にしてみましょう。これも先ほどのところに追加することができます。まあ、追加するか新しく作って2つのショートカットにするかはお任せいたしますけどね。では追加してみましょう。はい、それではですね、このエアドロ JPEG の右上のところを開きます。はい、で、今回はね、これに続けて作っていく感じにしますので、必要な方は2つ3つ作っていただければ結構なんですが、一旦この変更済みのイメージをエアドロップ、これを削除します。アクションを新たに入れるときにアクション作っておいてから、移動することっていうのは可能なんですけれども、それでやると実はうまくいかなかったりすることがあるので、削除して追加でいってみたいと思います。ではこのアクションのところ、ここにですね、変更を、はい、メディアの中にイメージサイズの変更というのがあります。こちらをタップします。そうすると変換済みのデータを 640×ふんたらのサイズに変更とあります。まず最初にこのサイズというところを長押ししてください。そうすると選択肢が出てきますので、一番長い辺としましょう。1200万画素の iPhone のカメラ、長辺は4032ピクセルなので半分にするということはこれ2016ピクセルです。これでざっくり半分になるんですね。完了。でこの後にもう一度 AIR と入れて AirDrop、 これだけです。これでやってみれば OK。 じゃあせっかくなのでスクリーンショットもね、一緒にやってみましょうか。合唱スクリーンショットも撮ってみました。ではこれで完了です。はい、ではじゃあどれにしようかな。この写真とこれ、写真撮ったものとそれから今スクショしたこの2つを、送ってみましょう。はい、エアドロー Mac に送ります。ブルルン、いやちょっと確認しますね。はい、こちらにね、今出した通りで送ったデータ、これをプレビューで開けてみて情報を見ているんですが、ご覧の通り、2016ピクセル長さがなってますよね。で続いてスクリーンショット、これも JPEG に変換されています。でかつ長さが2016ピクセルになっていると。成功ということですね。はい、いかがでしょうか。iPhone のカメラで撮影したデータ、これが高効率の場合、それを JPEG に変換する、あるいはスクリーンショット、これも JPEG に変換することができるショートカットです。プラスサイズも変更したいということであれば、そのサイズを変更するというものを追加することもできます。さあ、このショートカット結構便利だと思いますので、ぜひお使いになって、素敵な iPhone ライフ、Mac ライフを過ごしていただければと思います。この動画は以上です。さあ、それではですね、面白かったなと思った方はぜひグッドボタンをお願いします。あと、役に立ってこれは結構みんなに広めた方がいいと思っていただけた方、ぜひシェアをお願いします。あと、スーパーサンクスいただけると、一生懸命、考えて作った回がありますので、ぜひそちらの方もご考えください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。